はい、どうも、現場の声第9回ということで、どうも、はい、DJ のじいじです。お便りことかっちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。早いことでもう1年になります。はい、これやり始めて。そうですね。ですので、はい、まあ、毎回毎回新しい商品だったりとか、はい、DJ 機材なんかを紹介していってるんですけど、はい、今日はもう基本に立ち返って、はい、スクラッチライブだったり、はい、の、ショートカットの使い方をあのパソコンのキーボードを見せながら、そうですね、基本的なことを教えていこうかなと思います。はい、はい、というわけで、では説明していきたいと思います。まず、ショートカットのキー、ここですね、1個目に入ってると思います。これが6番のボタン、右側は6から0番 のボタンが順当に割り当てられてますので、6番、7番って押すとこうやってショートカットが動いてるのが分かると思います。はい、というわけで、続いていきます。ループですね、ループ、これで、オプションとコマンドを両方押した状態で、ループしてるのがロールがかかってるのが分かるでしょうか。基本この状態で押したものに関しては離した時に波形が必ず走っていきますので、こうやって、DJ プレイの最中にロールをかけたりとかしたい人は非常に使えるんじゃないでしょうか。じゃあそして、SP6、サンプラですね。こちら下に並んでるものがZ から N まで、6個順番に割り当てられてますので、ここの割り当てに合わせた音が出てくると思います。そして、僕によくあります、インスタントダブル、はい、インスタントダブルの機能です。シフトコマンドで、こっちに入れると同じところから始まります。シフトコマンドで同じところから始まります。違う曲にしてみましょう。シフトとコマンドで左側も同じところから始まります。インスタントダブルを入れてない人はこれを使うと便利です。インスタントダブルというものは、どこだっけ、ここか。インスタントダブルというのはこのチェック入れておけば常に同じところから始まりますが、チェック外してると、1個目の9ポイントで始まるか、もしくはド頭からスタートしてしまうと思いますので、普段だと、こうやって頭から始まるんですが、シフトコマンドで読み込んだ場合は同じところから走ります。2枚使いで反発出ししたい時とかはこれが便利です。さあ、そういうわけで、僕がよく DJ やってる時にやっぱり一番使うのはこのロールですよね。ちなみに6番から0番がここに、8分の1、4分の1、2分の1って割り当ててます。当たりますので、はい、というわけでした。これが一番よく使います。ショートカットは、頭に戻すキーと、このサンプラー機能と、頭にサクッと戻す機能、ここについてみる。この辺の機能が一番 DJ では簡単に使えます。さあ、そういうわけで、はい、サクサクっと、そうですね、パパッと、はい、
今ショートカットのキーを、はい、説明したんですが、はい、分かりましたでしょうか。どうですか。まあ基本はロール、ロール、ショートカット、はい、サンプラー、はい、この機能がもう主、ほぼ9割9分だとは思うんですけど、はい、現場で使うショートカットとしては、ね、はい、インスタントダブルとかは、もう本当に常に同じ曲をあの2デッキに入れて使いたい人は大体、裏のセットアップの画面で入れてると思うの で、 そ、 うです、ね、そんなに使うことはないと思うんですけど、かっちゃんとかどうですかね、よく使う機能とかありますか。そうですね、まあロールは僕もよく使いますし、うん、インスタントダブルはその、まあ、曲によってっていう感じなんですけど、うん、僕はまあそんなに2枚使いとかもがっつりやる感じじゃないんで、うん、たまにああいう感じ入れればいいかなっていう。で結構あの片方のターンテーブルが例えば現場に行ってぶっ壊れてた時とかに、うん、もうやむなくもう片方1個のターンテーブルだけで DJ やらなきゃいけない時とかに、うんうん、結構インスタントダブルは便利ですね。なるほど。あの片方読み込んで、うん、パッてクロスフェーダーで切り替えて、うん、もうあの探偵の操作は片方だけみたいなとか、うん、そうですね、バトル系の人とか特に左でこするのが得意な人とかはもう右はもう常に左の曲入れてもう右に戻してっていう、左のターンテーブルだけでプレイするっていう方法だったりとか、そうですね、ミディコントローラーをもう1台、複雑なものを使用してターンテーブルは左しか使わないっていう人とかは、はい、この機能をよく使っているかと思いますの で、 そうですね、もしよかったら皆さんも1回やってみてください。はい、はい、ぜひお試ししてください。はい、ありがとうございました。